はい、ドマケです。本日は、イギリスで旅行するときに使った方がいいアプリを紹介したいと思います。以前にね、海外旅行で使った方がいいアプリっていうタイトルで動画を撮って、結構反響が良かったので、今回は、そのイギリス編、そのイギリス編、ましいと言えば、ロンドン編みたいにはなっちゃうかもしれないけど、ロンドンですごい使えるアプリを紹介したいなと思います。まず一つ目こちら、シティマッパー。シティマッパーっていうアプリがロンドンにはあります。 で、何かっていうと、まあ、Google マップみたいなものです。日本で言えば、Yahoo 路線情報とか、ナビタイムとか、そんな感じなイメージが近いかもしれません。Google マップ最強説を持ったんですけど、ロンドンに関して言えば、どっか行くとき必ずシティマッパー使ってます。で、何がいいかっていうと、例えば A 地点から B 地点に行くときに、どの バスで行くか、どの電車で行くか、どっちの方が値段が安いか、距離が時間がかかるか、みたいなことまで詳細も出るし、しかも電車であれば、前の方に乗ると乗り換えがしやすいのかとか、後ろの方に乗るといいのか、みたいな。そういったね、詳細までのがすごいいいです。で、かつ、ウーバーとか徒歩とか、他の選択肢も出るので、こう迷った時に、パってすべての選択肢を与えてくれるのがすごくいいです。無料のアプリなので、ぜひ、シティマッパーっていうのを入れて使ってみてはいかがでしょうか。日本でも一応ベータ版は出てるっぽいけど、まあ、精度的にはまだ まだローカライズできてなくて、まあ、ロンドンドででは使えるかななっていうようよ感じです、はい、実はシティマッパー地図としてそうやって電車だバスだウーバーだっていう選択肢を見ることもできるんですけど場所や時間帯によってはシティマッパーオリジナルのバンとかタクシーもあるんですね それがね、めっちゃ実はいい。スマートライドって名前なんだけど。ただ、そのスマートライドは、本当にね、経路が結構東ロンドンの方だけだったり、金曜日の深夜とか、みんながこうよく使うけど、あんまり電車がなくなっちゃってる時間とかね、そういった場所にフォーカスしてあるので、そんなに全員が全員使えるってわけじゃないけど、すごい良いです。続いて、さっきちらっと出ちゃいましたが、 ウーバー。ウーバーめちゃくちゃ便利です。基本的には、まあバス、電車、地下鉄、この3つで移動はできるんですけど、やっぱり荷物多いとか、夜遅すぎるとか、ちょっとめんどくさいなとか、複数人数いたら、ぶっちゃけウーバーの方が楽です。で、日本でウーバーって言うと結構値段高いですし、日本でタクシーって言っても結構値段高いけど、でもロンドンのウーバーは、 めちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃって言うとちょっと言い過ぎかもしれないけど、普通に、ほんと市内であれば、10ポンド、1500円くらいかな。1500円くらいで、まあ、30分とか全然乗れるし、あとは空港ってなるとさすがに遠いけど、まあ、50ポンドくらい。まあ、言っても、2、3人で乗れば、割といい値段じゃないかなと思います。Uber はタクシーの配車アプリなんですが、そのタクシーの運転手が、一応個人の車を使ってるんでね。個人の車を使って、えー、お客さんを届けてます。というようなサービスです。ただ、ちゃんとその、 車の登録がしてあったり、事故歴がない人とか、ドライバーの評価とかが出るので、ぶっちゃけタクシーよりもめちゃくちゃ安全だし、ぼったくりは絶対ないし、っていう感じですごい世界中で人気なサービスです。で、何がいいってやっぱり、Uber だと、目的地を先にね、住所を入れられるので、なんか英語でタクシーの運転車にここ行きたいんだっていうのはなかなか難しい時とかあるじゃん。それがないのもいいし、あとは値段ね、値段がいくらかかるかわかんなくなんかちょっとそわそわしながら乗ってるみたいなことが全くなく、最初に大体これぐらいのキングできますよっていうのが出るので、 安心です、すああとウーバーの中にプーールっってていうサービスがあってでこれは何かっていうと、複数相乗りしていくのね。例えば、A 地点、B 地点、C 地点、D 地点ってあって、A 地点から D 地点まで行きたい人がいます。ってなった時に、A 地点で僕を拾ってこう運転してるじゃないですか。でも実は、B 地点ら辺から乗りたい人がいると。そしたら、B 地点の人を拾って、C 地点でその人を下ろして、D 地点に行くみたいな。まあ、いわゆる相乗りっすね。相乗りのサービスが、UberPool と呼ばれています。で、これが、 めちゃくちゃ安くて、さっき10ポンドぐらいでしない大体行けるよって言ったんですが、本当にね、5ポンドとかで行けるね、夜でも。もちろん距離にもあるけど、なので本当に2人とかで乗っちゃったら、むしろ地下鉄より安いんじゃないかなっていうぐらいな感覚です。ただその相乗りの効率を上げるために、2、3分。 ちょっと場所を歩いてください。大通りの方に歩いてくださいとか、その経路に行きやすいような AI 的に計算されてるんだけど、にちょっと徒歩で移動してくださいって出るときはある。でも2分ぐらいちょっと自分の居場所をずらすだけ、もしくは降りた場所からちょっとずれるだけで半額ぐらいの金額で行けんだったら、まあ、全然ありかなと思います。ちなみに、えー、Uber のクーポンコードは下に置いておくので、これ使っていただけると多分3、4ポンドかな。時期によって違うんだけど、3、4ポンド安くなるので、ぜひ使ってみてください。ちなみに、 アプリ自体のダウンロードは日本でできますがクーポンコードを適用させるアプリの中でクーポンコードを入れる場所があってそこに適用させるのはイギリスについてからやってください日本でやると日本のウーバーの割引になってしまいますで最後にもう一つだけアプリを紹介します最後のはちょっと変わったやつなんですがイギリス発のアプリでデリバルーというアプリです で、何かというと、出前アプリです。で、結構、イギリスの街歩いてると、緑色のボックスを背負った人たちが、チャリに乗ってたり、バイクで運んでたりして、何をしてるかというと、この出前の注文アプリの商品を運んでいます。まあ、これはね、アプリ上で、え写真を見ながら、写真ないのもたまにあるけど、商品を決めて、カゴに入れてって、オーダーできるようなアプリです。で、何がいいかっていうと、特に多分、一人旅だよね。一人旅で、意外と入れないレストランあるんだよね。入れるけれども、 うーん。入れない時がある。あの、吉野家とかさ、ラーメン屋的なカウンターとかは基本ないわけですよ、ロンドン。なので、ちょっと、めっちゃカップル向けやん、みたいな。めっちゃファミリー向けじゃん、みたいな。感じのレストランが多いから、その時に、夜、あ、何食べようかなってなって、デリバル注文するとか。あとは、夜疲れすぎて家に帰ってきてとか、深夜すぎてなんか周りの店空いてないけど、とりあえず何か食べたい、みたいな。 時にデリバリーめちゃくちゃおすすめです。デリバリーはアプリで注文してでクレジットカード番号を入れるとアプリ上で決済が完結します。しかも、えー、家の前までまあ、ホテルに泊まったらホテルの前まで届けてくれるので、下までは行く必要あるんですけど、まあ、近くになったらこのアプリ上に地図があって、地図で配達員の場所もわかるので、あそろそろ来たってなったら下に行って入って受け取るみたいな。めちゃくちゃ便利。自分のね。食生活の週3。4ぐらいはこれです。マジで料理しないからまあ、するんだけど、ほぼしないから。 自分の動画見てくださってる方わかるかもしれませんが結構ね、旅中他の国行った時もデリバルーとかウーバーイーツとかそういった宅配アプリ使ってます。で、デリバルーも気になる方は、えー、下にクーポンとリンク貼っておくのでそっから行っていただくとまあ2、3ポンドそれも安くなる感じになっています。はい。こんな感じかな。かなり今回ギュッと 絞って3つだけアプリ紹介しましたが、どんどん旅行するときぜひこれ入れとくとめちゃくちゃ便利です。他にもね、あの海外旅行全般で気になるアプリあったらちょっと動画は長くなりますが、下に海外旅行で使った方がいいアプリっていうやつのリンクも貼っとくので、ぜひね、そっちも見てみていってください。こんな感じかな。というか久々にね、この、ここで撮ったよね。この感じ。<laughs> 家なんだけど。家で久々に動画撮ってます。はい、こんな感じかな。もしこの動画がいいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。 もしね、なんか他にこのアプリめっちゃいいよとかあったら教えてください。今度ね、またイギリス旅行じゃなくてイギリスに住んでて、もうちょっとこう、長期間で使えるアプリとかもね、紹介したいなと思ってます。でまた、ボンベイシュバイバイ